中学受験生の皆さん、こんにちは。このコーナーはですね、中学受験国語の基礎体力づくり国語編というふうなコーナーでですね、やっていく予定になってます。国語が苦手で困ってるっていうふうなね、子がいればね、ぜひね、このコーナー参考にしていただきたいなと思います。よくね、あるのが、国語では問題文が読みやすかったとかね、読みにくかったとかですね、模試のたんびにね、偏差値が大きくね、10とかね、15とかね、動いちゃう子も中にはいるのかなと思うんですね。物語文の読み方、説明文の読み方、語彙知識の勉強の仕方、そんなようなものをね、まあ一つ一つね、授業の中ではですね、いろいろな知識をね、まとめて言ってるんでね、なかなかここに耳に残らないという子もね、中にいるかもしれないんですけれども、このコーナーでは一つ一つのね、分野にね、フォーカスして丁寧にお話していければなと思ってますんで、ぜひ参考にしてみてください。